怖いなぁ怖いなぁ、身の回りのヤバい子って、怖いなぁ。それお前やんけ。はい、本日は視聴者様、人生でめっちゃ驚いたエピソードなのですが、その中でも、やべえ友達に仰天させられたエピソードをまとめましたのでぜひ、お楽しみください。ねえ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 母ちゃん母ちゃん。へい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 息子ちゃん、どうした？なんで母ちゃんはあんな足が臭い父ちゃんと結婚したの？いきなりマンツー質問じゃ息子。そうねえ、まあ見えてめっちゃ優しいとこもあるし。いや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 、これ父ちゃん。意外に気が利くし。ほうほう。まあでも一番の決め手は年収ね、2億なんだもん。おいこら母親ってかすげえな父ちゃん。そりゃそっか、年収2億あれば足が臭かろうがフローラルな香りだろうが、どっちでもいいかそんなの。だんだ。どんな親子会話じゃ。あ、てかさ今日高橋泊まってもいい？お泊まりねえ。そんな急に言われてもママだっていろいろ準備とか、いいわよ。いやいいかーい。よっしゃサンキュー、じゃあ上で寝てる高橋に伝えてくる。いやどういうことそれ？あ、今日泊まっていいよって前々から言ってて、上で遊んでたんだけど高橋寝ちゃってさ。まさかの事後承諾。まあいいわ、了解。なんかいろいろやべえこの親子。よく寝ておる寝ておる。それじゃあですね、耳元で風船を割って起こしましょうかね。3、2、1。なんだなんだなんだ、何が起こったんだー。高橋、おっはー。あ、主くん。よかったな高橋、母ちゃんが泊まっていいって言ってたぞ。いや許可取ってなかったの。そりゃそうなるわな。うん。まあいいやってか、何さっきの音。耳元で風船割ってみた。友達、チェック。視聴者様、やべえ友達仰天エピソード。友達の家に泊まって寝ていたら耳元で風船割られた。いやこれで驚かない人間いないだろこの世に。驚かなかったら生き物としておかしい。おしおしおし、今日は安定しているわね。そうだな、この安定感なら本番も安心。なんで今日はこんなバランスいいんだ。うん、そういえばいつもは結構動く上の主が今日は全然動かない。ああ、それだ、なるほど。主ちゃんナイスよ。いい感じいい感じ。あれ、主どうした？お、おしっこ、漏れる。やめろー。悪いみんな、おらしんだ。じゃあ、終わったもういろいろ終わった。視聴者様、やべえ友達仰天エピソード。組体操の上の人が、本業。お、主ちゃんいいとこに発見。おすとよ姫。ちょっとお願いがあるんだけどさ。ごめんな、主は今一人身でいたいんだ。彼女とかは今は欲しくないんだ。すまない。そんな、ずっと好きだったの。うちねえは告白じゃねえわ。ナイスノリツッコミ。それでどうした？いやさ、うちのクラス次国語なんだけど、教科書忘れちゃってね。あ、はいはい、教科書貸してくれって話な。そういうことっす主さん、よろしくお願いしますっす。オッケーオッケー、国語のおばはん、忘れ物とかネチネチうっさいからな。そうなのよ、助かったぜサンキュー。このドブトヨ姫は知らなかった、助かるどころか地獄に落ちることを。じゃあ、主ちゃんの教科書からゴキブリー。しかも3匹も。視聴者様、やべえ友達仰天エピソード。友達に借りた教科書からゴキブリ3匹。ということで以上、やべえ友達による仰天エピソードでした。後ろに主先生がいるのに気づかない2人。ねえねえ、この学校の先生で誰が一番良いと思う？お、なんだか面白そうなトークテーマね。お、これは英語の主先生というに違いないぞ。で、誰が一番好き？やっぱ優しくて爽やかイケメン、高橋先生とか。いや感情顔に出すぎるタイプか。王道ね、優美。まあ女子人気も抜群、男子からも普通に人気あるしね。まあ高橋先生なんて所詮見た目、ルックスが良いってだけで人気なんだろ。かっこいいし、しかも授業内容もめっちゃわかりやすいのよね。字も綺麗だし。主先生、どんまい。それな、でもちょっと高橋先生じゃ当たり前すぎってか、つまらなくない？だって、そういうとよ姫は、誰が良い先生だと思う？やっぱり英語の。はいはいはい、英語の先生です。豊姫にも教えてます。やっぱ英語の H 先生かしらね。なんでだなんでなんだ。あー、H 先生ね、私も好きだけど。ってか、豊姫のクラスって英語、H 先生だっけ？いや、うちのクラスは英語主なんだけどさ。あー、主か、くずくず。呼び捨て。まあでも主先生も悪い先生ではないんや。そうででしょ。いやね、悪くないってか、授業自体はわかりやすいそう。字も結構綺麗。
性格も優しいんだけど、だけど授業の合間合間に笑わせようと入れるネタが寒すぎて見ていてかわいそうってか、なんかそれに気づかず俺面白いっしょ、感が満載なのがちょっと痛いっていうか。いやもう顔ゲーだろ。ちょっとわかるかもそれ。ネタがつまらなくてすまんかったなー。じゃあ、む、虫先生ママがごめんなさい、先生最後っすマジでいいのよいいの。心臓止まるかと思った。視聴者様、人生で最高に驚いた瞬間。先生の悪口言っていたら、裏にその先生。これはもう心臓バクバクなるな。はい、ということで本日は視聴者様、人生でめっちゃ驚いた瞬間茶番です。まあ陰口はあまり良くないけど、嫌な先生だったら友達同士、ついつい裏で悪口を言っちゃうことも。もし皆様がそれを先生に聞かれちゃったらどうしますか？逃げる？それじゃあ続き、お楽しみください。先生な、何をする気ですか？大丈夫大丈夫。先生の悪口言ってたのなんて、全然怒ってないよ。ちょっとだけね、ちょっとだけお湯かけてお塩しようかななんて。なんじゃこのサイコパス。やめろー。あ、熱いー。はぁ、はぁ、はぁ、夢か。ちょっと先生に先生の悪口聞かれちゃって、結構罪悪感あったまま寝たのと。そしてうっわ、この部屋32度もあるし、めちゃくちゃ暑くてあんな夢見たのね。また明日、ちゃんと謝っておこうっと。視聴者様、人生でめちゃ怖かった瞬間。熱帯夜、暑すぎて熱湯をかけられる恐怖の悪夢。たまにあるわよね。めっちゃ怖い夢で目覚めて、汗びっちょりなんてこと。皆様はこれまでどんな怖い夢見たことありますか？いやー怖いなー怖いなー。本当に怖いですよね。学校に乱入する生き物。まあ野良犬とか野良猫なら可愛いですが、ゴキブリなんて出たらもう教室大パニック。主もね、前回学校に侵入した生物で色々すごいだろアピールしましたが、コウモリやゴキブリ、ハチや鳥なんて大したことなかったです。すいません。本当に侵入したらやべえような生物が、田舎では出るようで、それがこれです。ドドヘビマムシー。向こうで何があったのかはご想像にお任せします。視聴者様、人生でめちゃ驚いた瞬間。学校にマムシ。乱入。これは普通に怖すぎ危険すぎ。それじゃあ本日はこの辺で、また次回お楽しみに。HH、なんかすごい人が来るわよ。見えてる見えてる。うわぁ。何よあんたたち、私の顔じろじろ見て。何かついているかしら？すいません、その、素敵なメイクだなと思いまして。めっちゃ鮮やかですごいなと。あら、その歳でこの良さがわかるとは、将来見込みがあるわねあんたたち。高校生かしら？あ、はい、そうです。いいわね、若くて、人生で一度しかない貴重な学生時代、一日一日を楽しく過ごしなさい。大人になって後悔しても遅いんだから。はい、わかりました。あ、それとあんたたち、チョコレート好きかしら？あ、はい、普通に好きですけど、私も好きです。あらそうよかったわ、じゃあこれあげるわね。これって有名な高級チョコ、ヨンビバのチョコ。そうなのよ、チョコレート大好きすぎてついさっき、見つけて買っちゃったんだけど、ダイエット中なの忘れてたわ。ってことでよかったら召し上がれ。あ、ありがとうございます。じゃあまたね、グッドラック。あ、どう思ってそっち来た方向。行っちゃったわね。最初めっちゃビビったけど、良い人だった。視聴者様、めっちゃ驚いたエピソード。投稿中にオカマさんに遭遇。すごい形相で見られる。すいません、急にアホすぎて。みーん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 。みーん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 。いやうますぎかお前ゼミの声。てか絶対そのコスプレ、ミンミンゼミじゃなくて油ゼミだろ。真夏の炎天下ゼミごっこも飽きてきましたなってか、そろそろ水分補給せねば、熱中症対策はしっかり。そうよ、画面の前の良い子のみんな、ゼミごっこするときはこまめな水分補給、忘れずに。大丈夫良い子も悪い子も普通の子も、このクソ暑い外に出てゼミごっこやんねえから。メントスとコーラで水分栄養補給おやつタイム。いやこの組み合わせって。じゃあ、虫ちゃんの口が爆発したー。そりゃね、コーラ口に含んでメントス食べればね。視聴者様、めっちゃ驚いたエピソード。メントスコーラを知らず、メントスとコーラを一緒に口に、口内で爆発して死ぬかと思った。確かに私も YouTube で初めて知ったし、知らないでやっちゃう人がいてもおかしくない。はい、じゃあ授業やっていくぞ。先生、その頭、
どうしたんですか？いやー、それがストレスと疲れで円形脱毛症みたいで、困った困った。おお、それはお気の毒に。やっぱコロナの影響で先生も大変さがアップですか？いや、フォートナイト楽しすぎて睡眠時間削りすぎて、結果ストレスと疲れでハゲたぜ、ふ。心配して損した。まあ、そのうち生えてくるっしょ。ちっちゃいことは気にするな。それは勝ちこう。また懐かしいネタを。じゃあ、脳天が痛いとなんでだー。いや、まさかの83教室乱入で。先生のハゲた部分、見事にチクリ。視聴者様、めっちゃ驚いたエピソード。頭の一部がハゲている先生、そこを見事に乱入したハチさん。薬。これ、先生は確かにかわいそうですが、小4の教室でこんなこと起こったら、そりゃ生徒大爆笑だわな。お笑いの神と神に愛されているわ。それじゃあ本日はこの辺で、また次回を楽しみに。母ちゃん母ちゃん。なんぞや息子よ。母ちゃんどこにいんだよ。あのさ、主ももう中3で15歳、生誕12年と36ヶ月なわけだけどさ、15年で祝ってかそもそも2両目のは絶対いらんだろ。本当にあっという間の15年、5474日間だったわね。あ、さっきの2行目は母親のせいだったようです。で、それがどうかしたの？いやさ、もう受験生だしってか周りの友達もみんな持ってるしさ。そろそろ主もスマホ欲しいんだけど、自分のパソコンもないからさ、勉強しててもネットで調べられなくて不便だし、普通に学校で流行ってるアプリとかもやりたいし。うん、じゃあ買いに行くか今から。そんなあっさりいいのー。ちょっと落ち着け。え、なんで、そんなあっさり、何か心変わりがあったのか母ちゃん。いや心変わりってかさあんた。スマホ欲しいって私に言ってきたの、今日初めてじゃん。嘘？いやね、私も必要ないのかなーとか思ってたけど何も言ってこないし。マジかー、おねだり忘れてたー。ねえアホなの？超絶怒涛のアホなの？ふふふふ、ついに念願のスマホデビュー、嬉しすぎるぜー。今日からアプリし放題、友達とも連絡取り放題だな。おいこら受験生、勉強どこ行った？スマホ楽しいな。マジで人類の発明最強だな。どんだけぶっ続けスマホしてんぜお前。やっべ、スマホ嬉しすぎてこの1週間で平均スクリーンタイム、画面見てる時間、1日12時間超え。いや使いすぎだろい。視聴者様、人生でめちゃ驚いた瞬間、中3で初スマホ、嬉しすぎて使いまくり。1日12時間平均って、どんな生活してたんだ一体。あの主さん、これって1週間の合計でさ、1日だとだいたい2時間もいかないぐらいじゃ。マジだー、1日12時間はインパクトエグいって思って選んだらこれ普通に1週間合計だったマジかー。主、人生でめちゃ驚いた瞬間、ここまで編集を頑張って、ようやく自分の思い込みに気づいた瞬間。なんじゃそやってか気づけよ中学生で1日12時間ありえないだろ無理だろいつ寝てんだよ。ってことで今日は視聴者様の人生でめちゃ驚いた瞬間茶番です。続き、お楽しみあれ。ラーメン作ろうと思ってキッチンの棚を開けたら、ゴキブリ3匹飛び出てきた。僕は自転車乗ろうと思ったらチャリにゴキブリが。私は空の夜間の中にゴキブリ4匹。僕はタンスの中にゴシキも。マジでゴキブリ関連コメントめっちゃ多かったー。これもほんの一部、やっぱ結構身近な生物だけど、遭遇したら普通にめっちゃ驚くわよね。ちょっと何よこの子、急に私の手を繋いできたんだけど。まさかの親子じゃなかった。ちょっと喉乾いたなー。冷たい飲み物欲しいな。ねえママリンゴジュース買って。てー、ママじゃないなんでー。いや私もなんでって言われても。視聴者様、人生でめちゃ驚いた瞬間、スーパーで母親と手をつないだつもりが全然知らない人だった。まあこれは普通にビビるな。小さいならなおさら泣き出してもおかしくない。あ、アンジェリマ先生。あらどうしたのあんたたち。すいません、今日の宿題忘れちゃって。あんらしょうがないわね。でも二人とも普段ちゃんとやってるし、まあ人間そういうこともあるわよ。オッケー、ありがとうございます。次はちゃんとやってきます。はーい、期待してるわね。じゃあ私はちょっと職員室に用があるからまたね。はい、また後でー。いやーアンジェリナ先生いつも温厚優しいよね。それね、怒ってるとこ見たことないもん。おいこら何やってんじゃそこのお前らー。おお、アンジェリナ先生が、ブチ切れている。あ、あんな姿初めて見たわ。視聴者様、人生でめちゃ驚いた瞬間、普段めちゃくちゃ優しい先生が、バカみたいに怒鳴った。こういう人こそ、いざ怒ったらめちゃめちゃ怖かったりするんですよね。それねってことでイノル、本日もご視聴ありがとうございました。
皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。